さあ 3AW タッグ次期挑戦者チーム決定トーナメント、こちらの山も面白い。さあ飛鳥加藤組対関西山田を、中途半端にあれいきなり関西このスプラッシュマウンテン狙いに行きましたが、さあエールボーダー、おお山さんも仕掛けが早いぞ、おおトップロープから北斗張りのトペコン、はは、おっとご覧のように3AW タッグチャンピオンが本部席で見守る中、おっとまたしてもスプラッシュマウンテンを、ああこれ体勢に入ってしまった、ああうわーすごい角度、これは危ない、これは危ない、いや仕掛けが早いぞ、やっぱり瀬山さん、はい、執念の差が出ましたか、この出てますかこの辺、関西選手、飛鳥選手がいるんで、もう飛鳥選手狙っていくのかなとも思ったんですけど、いやいや勝負に徹してる感じですよこれ、はい、完全に加藤狙い、なんとこの試合まだ5分も経っていないのに3度目のスプラッシュマウンテンを狙おうという関西、しかしここはさすがに飛鳥がたまらずできた、はい、あーおーっと強烈なエルボー、うわちょっと須山さん、はい、関西何か人が勝ったように今暴れ回ってますけれども、賞金ですかね、いやはり300万円ってのはこれこの間ちょっと切実ですからね、これたちにとってはこの間話してたらですね、ちょっとなんか店のですね、なんか空調の加減が良くないんでこれ見積もり出させたら結構お金がかかるという話でですね、 あのね廃棄ってのはある種にねお店では一番お金がかかるという、お好み焼き屋で煙も立つんでね、直さないわけにもいかないしって言うんで、なるほどね、そこに300万ですからね、ああそうか、これはもうね背負ってるものが違いすぎますね、はい、さあ一方もちろん山さんもおそらくそろそろ店もね、そうですね、老朽化が、はい、老朽化とじゃないですけども、もうかれこれだって何年経ちますか、3年ぐらいでしょ、だいぶこうおっとほこぼりの見える頃、このトペも極めてねえ珍しいですけれども、大一番にしか出さないですよ、はい、しかし的確に当たりました、はい、2人をなぎ倒してのトペ、しかしさあ机が入りましたね、これ飛鳥としてもこれは相手の気迫にこれはいかんということで、はい、仕掛けちょっと早くなるかもしれませんね、さあ、あ、これ入ったはぁー、アスカもまあ実にトリッキーですけれども、理にかなった前の大会あたりからちょっと使い始めたね、机の使い方なんですけど、そうですね、はい、さあ、うわっとダブルフットスタンプ、今の机は痛そう、痛さの伝わる攻撃ですね、角っこんとかものに当たりましたもんね、さあカウント2、ちょっと山さんが捕まってきたか、はい、さあ おっとこれはディフェンスしたのか、あっと後ろ回し蹴りが顎の先端を捉えた、さあ関西、さあ執念の関西、ああ逆に加藤がうまく捉えていく、まあこのタッグとにかく加藤の頑張り次第という部分はありますからね、おお見事にギロチン落としていく、さあこれはいい攻撃だ、はい、アスカがうまくこの勢いをさらに加速したいところ、これはアイコノクラズムですかね、いきますかね、ビーナス、さらにはアイコノクラズムいった、さあさあ、うん、カウント2、関西大の字、さあアスカと関西の戦いになるぞ、ね、これはアスカも仕掛けが早くなってくる、おおっと女子プロレスを何か超えたようなねラリアットの打ち合いですが、おっと、あ加藤ちょっとここでね打ち負けてはいけません、はい、おっと拳はさすがに使えませんでしたが、超えるダイナマイト関西、やはりお好み焼き屋関西の経営は意外に苦しいのかもしれませんね、これね、さあおっとうわうまく連携を見せていく、はい、さあ
この間なんかあんまりお金って言ってたら客が入ってないみたいじゃないとか山さんが言ったら入ってへんもんって言って平手になってますけど。まあ、私も毎日行ってるわけじゃないからよく知らないですけど、いやそれにしてもね、あでもこれ、関西選手と山田選手、そのいわゆる連携攻撃というのはあまりないんですけど、コンビネーションがいいですね、やっぱりこの相通ずるものってのはいろんなところあるんでしょうね、まあ、やっぱ勝ってあの世界あの全場と JWP に分かれてね、はい、3WA の世界タッグを取ったり取られたりしてた、まあ、ライバルですから、そうですよね、まあ、さあうわっとうわ関西のこれフットスタンプなんかこう膝が伸びきった状態で来ましたから、うわー危ない、いやーでも加藤もブリッジで返すあたりは意地でしょうか、まあ、確かに山田関西といえば本当にもう完全に対抗戦のコアになってましたから ね、 ね対抗戦時代の、まあこのね、お互いのチームがまず対抗戦というものをね1秒切りましたもんね、グレードを上げましたから ね、 そうですね、でお互い蹴りも使えますし、うん、まあ、ちょっとタイプは、ね、いいタッグですね、そう考えてみますと、ね、あそうほらさっきのなんかもうあうんの呼吸ですよね、今のもそうですもんね、やっぱこの同じ悩みを抱えるという意味では精神的なつながりもありましょうし、はい、でまあ、お互いに、うん、まあ、山田選手も全場をやめて外野に来たと、はいでまあ、関西選手も同じようなところで、はい、やっぱり今お互いというものが一番理解できてるんでしょうね、なるほどね、さあそういった意味ではこの関西山田組というのはこのトーナメント、しかし完全に加藤選手狙いですね、台風の目となるのか、加藤危ない、まあ、加藤狙いで来ることはおそらくどうでしょう、アスカとしても予想されていた してたことじゃないんでしょうかね、まあ、ただここまで徹底的に来るとはとは思ってなかったんじゃないですか、やっぱりその自分がいる以上は自分の側にももうちょっと色気出てくるんじゃないかと考えてたと思うんですよ、ここまでなりふりかまず加藤選手ばっかり狙ってくるってのは考えてなかったんじゃないですか、まあね、やっぱり賞金パワーということなんでしょうね、これね、あっとこれベルトだけだったらねここまでやってこないですよ、うん、やっぱりレスラーとしての何たるかという部分を自分に問いかけるところも ありますからね、これ賞金かかったことだですね、飲食店経営者になってますもんね、レスラーじゃなくて完全にこの人たちは、はい特に年末ったらこう支払いの期限とかね、支払い、稼ぎ時ではあるけども支払いも溜まってきますんでね、一気に、あっとさあローリングエルボー、これはどうか、これも山田家、鈴木家がともに年越せるかどうかのこうもう天下分け目の一戦ですから、そのあたりをそこまではいかないですね、見越してのこの賞金を用意したっていうことなのかもしれませんけれども、さあおっとおードラゴン、あうわ今のエルボーはモーロに入った横綱、これ上がってなかったですね、カットなかったらやばかったですよ、今のは本当に頬骨のあたり、ざっくり入りましたね、あーさあグロッキーだグロッキーだ、浮き上がれますけど、加藤その子もしかしこのまま敗れては、ああなんとかアスカがカットに入るが、タワーハッカーしかし持ち上がらない、おーっと頭を抱える、これもすごい誤爆でしたね、頭を抱える関西、これワンチャンスですよ、さあ横っ面入った、しかしおーおーカウント 2.8、 いいタイミングが入りましたけれどもね、ですね、この辺さすがやっぱ前場出身ゾンビぶりですね、なるほどスタミナには、うわ今のエロハイキック、さらにはおーババシゲリ、この怒涛の攻撃は、あこれ返せない、おたけびを上げた居酒屋か居酒屋山さん、うわすごい攻撃でしたね、最後はでしたね、エルボーカッターもろに入り倒れ込むところに関西のナルシストキック横っ面、はい、最後はロープに飛んでの後ろ回し蹴り、もういや畳み込む勢いがすごかったですね、この感じすごい攻撃でしたね、はい、いやでも山田関西組ならではのね、はい、フィニッシュで、これはトーナメント一つどうですか、一気に優勝の目が出てきたって感じもしますけれどもね、この2人これで次が北斗崎なんですよね、これもまた面白いですね北斗崎対関西山田ってのはこれどうなんでしょうか、これ一昔前だとドーム級でしょう、ね、これいやしかしどちらが勝利をそして300万円を
もぎ取るのか、本当に楽しみな2回戦ということになってきました。しかし、アスカ残念ながら決勝進出ならず。